転売目的なのでね、盗まれるケースというのがあるんですね。実はね、僕はね、ヘルメット盗難にね、合いそうになった。このワイヤーの長さがね、非常に絶妙。パチモトブログ始まりました。新パパです。今日もご視聴ありがとうございます。今日のテーマはね、ズバリ、バイク乗り必見。ヘルメット盗難に合わないための教訓。こちらのテーマで、ね、お届けしていきたいと思います。大きく、ね、分けて2通りの、ね、今回はテーマでお話ししていきたいんですけど、まず1つ目にね、どんなヘルメットが狙われやすく、そしてね、どんな場所でヘルメットは盗難されるのか、そしてもう1つがね、2通りの盗難対策で盗難をね防ぐ。以上2つのテーマでね、今回ね話絞っていきますんで、皆さんのね盗難対策、ヘルメット盗難対策にねお役に立てていただければと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ではね、早速一つ目のテーマ、どんなヘルメットが狙われやすく、どんなね場所でね盗難されるのかっていう話なんですけども、まあヘルメットをね、盗難されやすい対象としては、やはり有名メーカー、例えば国内でいうと昭栄新井さんなどね、高価なヘルメットも取り扱ってるんで非常に狙われやすいですね。希少性の高いねグラフィックのあのモデルも登場してるんで、こちらの方ですね、転売目的なのでね、盗まれるケースというのがあるんですね。要するに高価なモデルであったり、希少性の高いものっていうのは、最近はすごくね、SNS でね、すごくあの売りやすい、販売しやすいようなね、個人売買がすごく手広く行われてるんで、そちらの方で販売されるケースがね、あるので、そういったところで、まあ、高価なもの、そして、限定的な希少性の高いヘルメットは狙われるみたいです。狙われやすいだね。そしてですね、またどんな場所でね、盗まれるかっていうと、これ自宅で盗まれるっていうのがね、ちょっとあんまりなくてですね、やはり出先なんですよね。うん、出先。要するにはツーリング先ですよね。例えて言うならば、分かりやすいところで言うと、トイレなど行くときね、道の駅とかパーキングだと、ね、トイレちょっと急いでるじゃないですか。で、トイレ行くときっていうのは、両手開けたいじゃないですか。荷物になるとどうしても置き場所もなどもないのでね、お手洗いにっていうか置けないこともないけど、結構窮屈なんで気使っちゃうんでね。でトイレ行きたいので、そのままハンドルにねパッと置いといて、トイレに行って戻ってる間になくなってる、盗難されてるっていうケースが結構多いみたいです。あとはですね、商業施設なんかも行っててね、買い物とか行くじゃないですか。そうするとヘルメットって当然大事なんだけど、一番大事なのが、まあ、着用しなきゃいけないのが、こう乗ってる時でね、ヘルメットまたいでね、バイクまたいで乗ってる時なら、これは法律的な義務からもう被んなきゃいけないしね、危ないからもちろん被る。でも出先などね、着いた時、さっきのパーキング、トイレなんかもそうなんだけど、特に買い物なんかはそうなんだけど、邪魔になってしまうんだよね、ヘルメットが。だからこうなんとなく置いてってしまってね、バイクに。そして買い物してたりとか、両手開けたいのでね、買い物したりとか、トイレ行ってる間に盗難されるというようなケースなんですね。で、一つ目のテーマとしてね、どんなねヘルメットが狙われ、そしてねどんな場所で、盗難されるのかっていうことでした。で、ここでね、二つ目のテーマに行く前に、実はね、僕はねヘルメット盗難にね遭いそうになったんですね。被害に遭いそうになった。これは結果論としては盗まれてはいないので、あくまでも未遂なのでね、果たして本当にそれが行われるかどうかっていうのは定かではなかったんですが、横浜にあるね赤レンガ倉庫、僕もねたびたびそこね、ツーリングとかちょっとした休憩とかね、休憩がてらのこう走ったりとか、短い間でも走ってる時によく赤レンガとかも行くんですけども、赤レンガに無料のね駐輪場があるんです、バイクを止めれる。そちらの方にですね、一旦置いといた時があって、それでトイレちょっと寄って、少しバイクから離れて自販機でバイクのその周り、ガードレールとかフェンスのあたりで、ね、腰をかけてたんですね。でコーヒー飲みながら、バイクにとても乗ってなさそう、まあ見たかけで判断ではしちゃいけないんですけど、明らかにちょっと違うなって方がなんか物色してるんですね、あの駐輪場ぐるぐるねずっと回って、僕のバイクのあたりでねちょっとね観察してるのがね伺えてたんでね、観察できてた、ずっと見てたんだけど、とうとうね僕のバイクにねこう目がけて歩いてきたので、僕もちょっと歩いてね、あのバイクの方に近寄ってたら、もう僕をね見た瞬間、こうきびすを返して向こうに行ったんだよね。でその後知ったんだけど、バイクのそのなんていうのかな、看板が立ってたんで、ヘルメット盗難の被害が、ね、出てるっていうね、看板が出てて、これ記事にもなってるんだよね、実は。あの赤レンガで、盗難、ヘルメットの盗難がちょっと増えてるという記事にもなってて、あ、その時に、ね、あ、危なかったな。僕もその時嫌な、なんか理由なんかあるじゃないですか。なんかちょっとおかしいな、この人っていう。まあそんな感じだったのでね。まあ果たしてね、盗難されるかどうかわからないけど、ひょっとしたらされてたかもしれないっていう話だったんだよね。
こういうことがあってどうしていこうかっていうところで2つ目のテーマです。2通りの方法でね、盗難対策をしようっていう話なんですけども、盗難対策でね防げるんじゃないかっていう話なんですけども、一つは、もう本当にこれすごく簡単な方法で、ヘルメットを常に持ち歩くってことなんです。で、1つ目のテーマでも話したけど、まあ邪魔になるかもしれない、だけど一番安全なのはやっぱり自分で花火外さず持ってることだと思うんですね、ヘルメットを。まあ、一番すごく手軽で、すごく安価でね対応できるんじゃないのかなと思うんですよね、うん、ですからそうすることが一番いいんだけど、それがねやっぱしづらい理由もあるんだよね。さっき言った冒頭でも言ったすごく邪魔になるっていう問題もそうなんですけど、ヘルメットっていうのは落としたりすると、これご存知の方ねたくさんバイク乗りはね知ってると思うんですけども、落としたりするとこうなんていうの、衝撃がこう分散されたりとか吸収するようになってるね。そうするとヘルメットのこのまあ、例えばこうヘルメットあるじゃないですか、この構造の中で衝撃が当たることで分散できるようになっているから、こう何ていうのかな、もう亀裂が入るというか、1回目のこの転倒とかね落としたりすることで防御力が要するに低下しちゃうんだよね。次本当に、まあ、重大事故とかね、まあ、転倒した時に防御能力が下がってしまう。使えないことはないですよ、外見的に傷がついたりするだけなんだけど、だけど、防御能力が最大限なパフォーマンスが発揮されなくなっちゃうんですね、一回亀裂が入っちゃうんで。ですから、落としたヘルメットとかはこうね出先でこう落としちゃったりもするんで、ガンと壁にぶつけちゃったりすると、まあ、万が一っていうことがあるんで持ち歩きづらいんですよね。あとはやっぱ綺麗になればなるほどヘルメット大事なんでね、シールドもそうだけど傷ついちゃったりするんでね、あと当てちゃったりとかすごくは神経使うんだよね。ではね、先ほど話したヘルメットを持ち歩く以外にもう一通りのやり方としては、バイクにねヘルメットロックで対策するということです。で、実際ね僕もね今回ね購入したものがあるんでちょっとそれをお見せしたいと思うんですけども、こちらの商品です。実際今回の件でね僕ね盗まれそうなっていうか未遂だったので、盗まれるかどうか分かんないんだけど、教訓に生かしてねちょっと買ってみようかなと思って買いました。で、こちらねデイトナさんから発売されているコンパクトダイヤルロック、ね、ストレートコードっていうタイプです。こちらねいくつか、いろんなタイプがね展開されてるんですけども、僕が買ったタイプはねストレートコードっていうタイプで、ワイヤーの長さが40センチね、でダイヤルがついております。でちょっとこちらね開けてちょっとご覧になっていただこうかなと思うんですけども、はい、じゃあ開けていきましょう。でこちらねこうこのような感じで、はいはい、ババーン、はい、出てまいりました。はい、こちらですね、これ鉄なのかなアルミなのかわかんないけど、まあ結構重量感があるしっかりしたものですねこれね、はい。で、こちらねなんで僕が買ったのかっていう理由がいくつかありまして、まず鍵を持たなくてもいい、これダイヤル式のロックなんでね、鍵を持たなくてもすごくねストレスがないというか、僕ねバイクもねキーを使うタイプだったんですけど、まあ僕のハーレは、それがねキーレスにできるタイプだったんで、キーレスにわざわざした、要するに何だろうかな、出先で、まあ、ヘルメット乗った時にさあ出発しようってヘルメットかぶってグローブした時にバイクに鍵が刺さってないって時、ああってなるじゃないですか、どこだっけ鍵ってなるような、そういったとこが僕はちょっとストレスになるんで、僕はねこういったロックなんかもね、こういう何ていうのかな、ロックなんかも鍵がないタイプがいいなと思って、でダイヤル式にしてみました。でこれのダイヤルのすごいところって、ね、これ周りがね反時計回りには回るんだけど、時計回りにはゼロで止まるという、これ全部そうなんだけど、ね、反時計回りで、ね、ぐーっと回るでゼロに止まる、ね、そうなんですよ、ね、反時計回りはぐるーっと回るけど時計回りはゼロで止まるようになってるという、ここがまずいいじゃないですか、暗くても分かりやすい、ね、自分が今ダイヤルがどの位置か。でもう一つすごいのはここに穴があるじゃないですか、ね、これに刺してダイヤル設定できるようになってるんですよ、自分の暗証番号だから。これ開け、こうやって開け、今000なんだけどね、最初の番号でこうやって開けるときに開けて何かやってし、でここで不用意にダイヤルが変わってるとね、これかだから開いてるときはこれちなみにあれなんだけどね、不用意にダイヤルがずれたりするんだよね。そんで閉めちゃってダイヤルガーッと変わったときに、変えたときに00、例えば0000だと思ったのにね、開けた時の番号だから、ね、設定普通は大概のタイプはそういう設定の方法だから変わっちゃってる時があるんだよね。で開かないみたいな、使えないみたいなことになるんだけど、これはここにピンに、ね、まあ、画鋲なりなんなりで刺しながらダイヤル設定するので容易にこう変わらない暗証番号、これまず素晴らしいじゃないですか。これまず、ね、気に入ったなってポイントと、あとはこのワイヤーの長さ
このワイヤーの長さがね非常に絶妙で40センチさんがすごくね使いやすいなと思ったのでこれにしました。あとは、こちらこのねフックが大きめなんでこう本体に通せるんでねこうやって、ね、こうここがここに通せるんです。こうやってトスがさらに長く使えるじゃないですか、ね、だからいろんな使い方がこれできるなと思って、これちょっと気に入ってね、これにしてみました、ね、これ以上の長いのもあるんですね。このループ状のこのあるじゃないですか長いやつを。ちょっといろいろ概要欄載っけときますね。見ていただいて確認していただければと思います、ね、でこれがいいなと。これだったらバイクにもね、つけといても難はないし携帯性もいいじゃないですか。ポケットに入れるのも問題ないなと思ってこれにしてみましたね。でまあ僕はね今回こういうものをしました。ではね実際ねこういうバイクのヘルメットロックっていうのもいろんなタイプがね販売されてると思うんですよ。あこちなみにこれ先に値段言っとくね。こちらね、こちらのタイプね、デートナさんのコンパクトダイヤルロックね、品番が31622で、標準価格税込み1760円。安いよね1760円です。まあ、これ概要欄に載っけときますね。まあ、このようにね様々なね、まあ、こんな高いタイプじゃないと思うんですよね。かと思えばすごくロックタイプで鍵付きのものであったりとか、このなんていうのかなカラビナみたいなダイヤルが付いてるものであったりとかいろんなタイプがね売ってると思うんですよね。じゃあどれを基準にヘルメットロックを購入すればいいのかなっていう話なんですけども、これ先ほどね一つ目のね、テーマでもお話したんですけども、盗難されやすい、そしてバイク乗りであったとしても盗難する人はやっぱり希少性の高いものであったり高価なものを狙うっていうか盗難の対象にするケースが多いと思うんですよね。ですからそれにそのな基準に合わせてダイヤルロックもこうレベルアップしていくというかな、強力なものに変えていくっていう基準でいいんじゃないのかなと思うんですよね。あとは自分のヘルメットのタイプであったりとか好みの問題もあると思うんで使いやすさとかね、あとはバイクの形状にもよっていろんなあるじゃないですか。ハンドルマウントにつけるものであったりとかナンバーにね穴開けて取り付けるものであったりフレームに取り付けるものであったりそれこそワイヤーのであったりカラミナのタイプであったりとか、まあ、ちょっといろいろAmazon の、ね、リンク貼っときますんでちょっと自分の中でどんなタイプが似合うんだろうかなって一つの参考にねリンク貼っとくんで見て概要欄に載っけとくんでね、例えば3000のねちょっとリーズナブルのヘルメットがあったとするじゃないですか。それに1万円のねヘルメットロックつけるというのはちょっといかがなものかなと思うんですよね。ちょっと3000に1万円のロックはなっていうのですごく分かりやすいと思うんですけど、やはりそんな自分自身と取られたくないっていうのはまあみんな当たり前だと思って安くても取られたくないんだけど、その希少価値に狙われる基準に合わせて、ヘルメットロックっていうのは重要、ね、この基準として先ほど言ったようにね繰り返しになるんだけど選ぶことをお勧めします。そのどんなねヘルメットでも盗まれたらすごく嫌な思いするじゃないですか。まず皆さんが考えられるのが出先でヘルメットがなくなったらまず帰れない、そこを心配すると思うんですよね。基本的にレッカーもほとんどなのか僕もそこまで調べてないけど多分ヘルメットがないんでレッカーしてくださいっていうのは多分ノーが出ると思うんだよね。やっぱり故障であったりなんかがない限り、劣化もできないし、まあそういう問題でもなく本当にどうしようかなって帰りってなるじゃないですか。で運よくね、出先でじゃあ例えばドンキホーテかなんかでね安いヘルメット買って帰るって言って、ね、すごくもうモヤモヤしてるし出先でね、で帰ってきてさらにもう一回考え直すわけでね、まず帰れて安心ってとこなんだけど帰った後盗まれちゃったら帰りの道中もずっとそのこと考えるよね、モヤモヤして。だから本当にヘルメットが盗まれるってのは本当にたまらないことなんだけど、当たり前にたまらないことなんだけども、でも先ほど言ったようにね防犯対策することでかなりの抑止力につながると思います。もうちょっと言ってしまえばこのヘルメットロックをしたから絶対じゃあ盗まれないかって言ったらそんなことはないと思います。やっぱり希少性が高いもの高価なものってのはやっぱり盗難する方もねあの手この手と考えてくると思います。悔しいけどね。でも何か対策するっていうのは相手がこうじっとね盗難する方も観察するわけいけないと思うんですけど、やっぱり何かしらこう見るじゃないですか。で何かやってるな何かのタイプでやってるなっていうのはね分かるわけじゃないですか盗難する側も。ですからそういうヘルメットはね基本的には一回対象外にすると思うんですよ。やはり一番目にも言ったようにポッと置いてあるヘルメット、これはね持ってくだけなんで本当に置いてあれば取るだけで盗難できちゃうんで、ね、だけど細いワイヤーのね、ちょっとチープなものであってもやっぱりやるってことはそれだけ時間もかかりますし、盗難のリスクがあると思うんでね、これは盗難者側のね気持ちになるというのはおかしな話なんだけど、再三にあたってね何回もしつこい
くお伝えして申し訳ないんだけども、やっぱり何でもいいからとりあえず対策するっていうのは絶対だと思います、ね、何も対策しなくていいっていうのはもうそこに財布をシートの上に財布を置いておくようなもんだよね。もうちょっと大げさに分かりやすく言ってしまえばそれぐらいのことなので、何か対策するっていうのはね絶対的に大事だと思います。ましてや自分がね、やっとの思いでご購入された高価なヘルメットであったり、大事なものであったり、希少性の高いものだったらなおのことだと思うんですよね。ですからぜひ来て盗難対策、今回僕がね、させていただいたんですけど、皆さんもねぜひよければね、自分のヘルメットに合わせた盗難対策をしてみたらどうかなと思って今回動画にしてみました。いかがだったでしょうか今回のね。もし参考になったよっていう方がいらっしゃいましたら高評価いただければと思います。またね僕の動画でねこのようなねバイクライフにね有益な情報をね今後展開していきますんで、もしよければチャンネル登録していただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上でした。また次の動画でお会いしましょう。シングルババでした。バイバイ。